いいだろう。剣女盤石。スメイルに到着したからには目指すはスメイルシティだな。なんとかしてクラクサナリデビに会う方法を探さないと。そういえばクラクサナリデビについてあまり有用な話は聞けなかったけど、お前から妹さんを奪った神だとは思えないんだよな。でもスメイルは知恵の国って呼ばれてるくらいだし、その知恵の神に会えたらきっと価値のある情報が手に入るよな。よし、じゃあまずはスメイルシティへはどっちに行けばいいか確認しないと。ほら、七天神像のあるあの大きな岩に登ってみようぜ。スメイルシティは見えなかったとしても近くに村があるかどうかくらいはわかるんじゃないか。あそこ通行人がいるぞ。ひひ道を探す手間が省けたぜ。こんにちは、オイラたち外国から来た旅人なんだ。道を聞きたいんだけど。あれ、聞こえなかったか、うん、おーい、そこの人、悪いけど道を聞いてもいいか。どういうことだ？オイラたちが呼んでるのは絶対聞こえたはずだよな。なんでこっちを向いてくれないんだ？ふん！まあ、そっけない態度だったけど、遠くからあいつについていけば、人のいるところにたどり着けるよな。そしたら、また他の人に聞こうぜ。ほら、バレないようにこっそり追いかけようぜ。いつか役に立つさ。Thank you.
やるべきことはまだまだたくさんある。執務室で。あそこの小さな滝のところで姿が消えたぞ。早く行ってみようぜ。うい、この洞窟は村につながる入り口か何かなんじゃないかと思ったけど、違ったみたいだな。見ろ、あそこに座ったぞ。まさかここに住んでたりしないよな。どうする？もう一回あいつに聞いてみるか。おー、あいつのあれ瞑想ってやつなのか。あれ、なんかすっきりする匂いだぞ。あの香炉から出てるやつだな。質素な住まいだけど、こんな香りの中で瞑想できるのって悪くない暮らしかもな。お前どうしたんだ？急に顔色が。え？香りでそんなに気分が悪くなったのか？でも、こんなに時間が経ったのに。焦らないでくれ。師匠は物知りだから。師匠が大丈夫と言ったら、きっと大丈夫だ。あ、起きたか？あ、よかった。やっと目を覚ましてくれたぜ。ここは、その、
お前が気を失ったんで、動転しすぎてここがどこなのか聞き忘れてたぜ。ここはガンダルバー村。最初はスメールの学者の一時的な休憩所だったんだけど、今は主に森を守るレンジャーが使ってる。こんにちは。私はコレイ、見習いレンジャーなんだ。今日師匠と見回りをした時、気を失ったお前を見つけてここに連れてきた。いやいや、私は何もしてないよ。ところで具合は大丈夫か？どこか痛いところとかないか？それは師匠が調合してくれた薬草スープだ。お前が気絶してる間にちょっとだけ口の中に入れさせてもらった。あ、そうだ、お前の目が覚めたらもう一回飲んでもらわないとダメだって師匠が言ってた。すぐ取ってくるよ。コレイ、どうした？薬草を取りに来たの？言っただろ、触れるなって。後で僕がやるから。ごめんなさい、師匠。アビディアの森、食用キノコ図鑑は告知板に貼ってあるけど、ファーボッドがまた忘れちゃうって言うなら別のところ。彼の頭にでも貼って、他の人にリマインドしてもらうしかないね。本当に。今月だけでもう2回もお腹を壊したんですよ。説教しておかなくちゃ。まあ、もし彼が虹色の小人を目の前で踊らせるのが好きなんだったら、今言ったことは忘れていいよ。けど、今度またこういうことがあったら、モラを出してもらおうかな。どう？元気になった？これが私の師匠、レンジャー長のティナリさんだよ。ガンダルバー村にいるレンジャー全員のリーダーでもあるんだ。もうパイモンには君が意識を失った理由を説明したけど、君も目覚めたことだし、もう一回説明するね。スメールの学派には学者が森で修行しないといけない決まりのところがあってね。パラハームって植物のお香を使って心を安定させて瞑想状態に入るんだ。君たちは道を尋ねるために学者のハイパシアが隠居している洞窟に近づいた。その行は大半の人には影響がないんだけど、ごく一部の人の精神を刺激してしまう。そして君はその一部の人だった。そっか、よかった。次は僕の質問に答えてほしいんだけど、倒れた後はどんな感覚だった？例えば。なるほど。これ、とりあえずパトロール日誌をここに持ってこないよう他の人に伝えてきて。え、どうして？もうしばらく彼らには僕の部屋に泊まってもらう。僕はアミルのところで何とかするよ。ほら、早く行ってきて。あ、はい、行ってくる。ちょっと待った、どういうことだ？ああ、説明するよ。薬草スープをもう一回飲んでもらえれば治ると思ってたんだけど、しばらくはガンダルバー村で療養してもらって経過観察をした方がいいと判断したんだ。経過観察？落ち着いて。君が状況を見極められる人なら、僕の説明を聞いてくれれば事態の深刻さがわかるはずだよ。さっきの君の話によると、お香のせいで君は強烈な幻覚を見てしまったらしい。精神状態も良いとは言えない。それでも深刻と思えないならこれを嗅いでみてよ。おい、大丈夫か？倒れた時の感覚と似てるだろ。今はちゃんと意識があるかもしれないけど、ここで君を放っておいたら、また突然どこかで意識不明になるかもしれない。それに、
ここには多くの猛獣が潜んでるし、危険なエリアだってある。今回みたいな幸運が続くとは限らない。しばらくは毎日時間通りに薬を飲んで。この匂いを嗅いで不快感を覚えなくなるまで、できるだけ単独行動しちゃダメだから。いいね。もうちょっと休んでおきなよ。薬草スープを作り直してあげる。はぁ、なんてこった。スメイルに着いたばっかりで、お前がこんなことになっちゃうなんて。早くクラクサナリデビに会いたいって気持ちは、オイラにもわかるけど、今のお前は確かにまずいぜ。まずい、おい！オイラの話を聞いてるのか？オイラ、心配してるんだぞ！変？お前の体のことか？ああ、お前が見てた木の根と赤い空のことか？でも、あれが幻覚じゃなかったら、なんだって言うんだ？お前の体質は特殊だからな。今、あいつはお前の病状を勘違いしてるってことだけど、お前の体がどんどん悪くなったりしないよな。え？じゃあ、ティナリはお前が見たやつが幻覚じゃないって分かってて、わざとオイラたちをごまかそうとしてたってことか？なるほど。だからさっきは黙ってたんだな。だったらここで静かに休んで体を回復しながら、お前が見たものの真相を解明しようぜ。でも直接ティナリに聞くのはダメっぽいよな。お前何か案があるのか？おお、コレイはオイラたちに親切だしいいかもな。明日はまず送信やスメイルの風土と気質について聞いてみよう。朝だぜ。さあコレイを探しに行こう。デバータダケを何個取れば城内で家を買えるか。次は右。うん、問題なさそうだね。でも気をつけた方がいい。分かった？うん、分かった。ところで師匠、まだ今日の巡回ルート図をもらってないけど。今日は遠いからついてこなくてもいいよ。それにあいつらがまたルート上に現れるかもしれないしね。私も神の目を持ってるのに全然役に立ててない。そんなこと言うなよ。それは君が今考えるべきことじゃない。君たち来たの？体の調子はどう？そうそう、ここに残るって決めたからにはオイラたちも役に立ちたいんだ。君たちって暇に耐えられないタイプなの？ま、じゃあ今日はコレイとガンダルバー村の南側を見回りしてきてもらおうかな。もし体力に自信があるなら、七天神像の掃除も任せていい？ティナリさん、俺たちは準備できたよ。すぐ行く。
僕たちは先に森に入るから、あとはコレイから聞いて。うん、私に任せて。コレイ、今日は何をするんだ？さっきティナリは七天神像の掃除って言ってたよな。レンジャーがそんなことまでするとは思ってなかったぜ。うん、実はレンジャーがやることの範囲って結構広い。道路状況の確認や森林施設の整備、火災予防に旅の人や住民たちの手助けとか。師匠はウリンにある危険なエリアの処理もしてるよ。とりあえず道の街灯を確認しながら七天神像まで行こう。パイモン、旅人、こっちだ。私が街灯を確認するから、近くに異常がないかどうか見てくれるか？最長はどうだ。この2つの明かりは問題なし。さあ、ま、はびこえ！you
ちょっとぐらついてるな。メモしておこう。よし、この明かりも大丈夫。七天神像はあの巨大な岩の上だ。お前たちもこの道を通ったなら気づいたんじゃないか。ちょっと高いよな。登るのがきつかったら無理しなくていいよ。師匠は気にしないから。そうか、じゃあ任せる。心臓の周りのスペースは少ないから気をつけて。オイラも一緒に行くぜ。高い場所を掃除してやれるしな。ところでこれいい、掃神ってどんな神なのか知らないか？それってマハールッカ・デバータのこと？それともクラクサ・ナリデビ？おえ、マハールッカ・デバータ？あ、もしかして前の掃神の名前なのか？そうだよ、マハールッカ・デバータはスメールの初代掃神様だ。彼女がウリンを作り、砂漠の防砂壁を置いてくれたおかげで、みんな平和に暮らせるようになった。スメール人にとって、彼女は知恵と博愛、全能の象徴だよ。でも、彼女は何百年か前の災いで、姿を消しちゃったんだ。その後、賢者たちが新しい創神様を見つけて、彼女をスメールに迎え入れたんだって。師匠からは聞いた。神が再び降臨したことを祝って、賢者たちは彼女をクラクサ・ナリデビと呼んで、スラサタンナ聖書に住まわせたんだ。うんうん、それで？それから、あとはよく知らない。お前も知らないのか？もしかして、コレイはスメール人じゃなかったり？いや、私はスメール人なんだけど。オイラたちは赤の他人だし、話しにくいのか？いやいや、違うんだ。隠すつもりはないよ。それに、お前たちは私にとって、お前たちも、アンバーのことは知ってるだろ？おい！それってまさか。そう、そのアンバーだ。以前モンドにしばらく留まってたことがあるんだ。その頃、私はアンバーにいろいろ助けられて。アンバーは本当にすごいよ。日々の暮らしへの愛に満ちていて、正義感が強いんだ。行動力はもちろん、思いやりにも溢れていて、いつも人のため炎みたいに輝いてる。私から言わせれば、彼女ほど偵察騎士に適任な人はいないよ。だってモンドに足を踏み入れるほとんどの人は最初にアンバーに出会う。彼女の熱意に触れてあの土地を好きになるんだ。偵察騎士の仕事はそれじゃないだろうっていつも思ってたけど、お前が本当にアンバーを好きなことは十分感じ取れたぞ。ごめん、変なこと言っちゃって。ひひ、気にするなよ。お前がアンバーの友達だって分かって、なんだか親近感が湧いたぜ。でもなんでオイラたちがアンバーと知り合いだってことを知ってるんだ？ああ、実はスメールに帰った後もアンバーとは手紙でやり取りしてきたんだ。手紙にはモンド城が飛竜に襲われた時、金髪の旅人と空飛ぶ仲間がその危機からモンドを救ってくれたこととかも書かれてた。だから昨日はお前たちを見た瞬間すぐに分かったんだ。でもあの時は旅人が昏睡状態から目覚めたばかりだったから。そうだった
ったのか。ああ、だから安心してくれよ。お前たちのことは絶対信じる。宗神様のことももっと教えてあげたいところなんだけど、長い間スメールにいなかった上、本とかもあんまり読めてなくてごめん。大丈夫だ。さっき教えてくれた情報はすごく価値のあったものだったぞ。何しろオイラたちはマハールカ・デヴァータやスラサタンナ聖書すら知らなかったからな。少しでも役に立ててよかった。でもどうして宗神様の情報を知りたいんだ。そうだったのか。教えてくれてありがとう。そうかしこまるなよ。オイラたち友達だろ。よし、それじゃ上で心臓をきれいにしようぜ。うん、よろしくな。私はそこの雨よけテントを確認しに行くから、終わったらここら辺で落ち合おう。今までよく見てなかったけど、この神様小柄だぞ。これはマハールカ・デヴァータなのか、クラクサ・ナリデビなのか。お前確かにクラは小さなって意味らしいもんな。まあいっか、きっとこの辺の情報もそのうち手に入るよな。さあ心臓をきれいにしようぜ。オイラが飛んで上の方を吹くから、お前は下の方を吹いてくれ。心臓もきれいになったし、降りてコレイと合流しようぜ。登ったり降りたり大変だっただろう。水と食べ物も持ってきたから、ここでしばらく休憩しよう。やったー、どんな美味しいものだ。いいじゃないか、コレイはもう知らないやつじゃないんだし。それに食事をする人間の熱意は料理人に対する一番の称賛だぜ。今日はレンジャーがよく食べるピタっていう携帯食を持ってきた。口に合うかどうかはわからないけど。うっ、やばい、落ちちゃったぞ。平気平気、油脂で何重にも包んであるから中のピタは汚れたりしてないはずだ。はぁ、焦ったぜ。これ、うまいぞ。うん、これって料理の腕がいいんだな。油脂で包んであってよかったぜ。じゃないとオイラは心が痛むあまり眠れなくなるところだった。それは大げさだろ。でもそんなに気に入ってくれたんなら、今度レシピを書き写してやるよ。コツも書いておくから安心してくれ。すぐ覚えるよ。ありがとな、これいい。お前みたいに真面目なやつでもうっかりしちゃうことがあるんだな。まあちょっとな。でもティナリは厳しすぎるんじゃないのか。物にも触れさせてくれないなんて。オイラだって飛んでるときたまに机の上にあるものを倒しちゃうけど、こいつは絶対にオイラを責めたりしないぞ。
よ、いや、そうじゃないんだ。お前たちも師匠と長く付き合えば本当はいい人だってわかるはずだよ。師匠はある古くて神秘的な一族の手だって先輩に聞いた。一族の人たちはみんな頭が切れてほとんどが人嫌いらしいけど、師匠はとても温かくて親切な人だ。そうだ、氷霊院って聞いたことないか。なんとか派ってやつ。とにかく師匠は植物に詳しいだろ。それで学院の賢者は何度も手紙を送ってきて、でも師匠はスメールシティは騒がしくて耳に悪いって理由で断ったんだ。だよな、私もそう思う。とにかく教練員にだって行けたはずなのに、師匠はレンジャー長になることを選んだ。毎日森の住民を助けたり、部下たちに様々な知識を授けたりしてきたんだ。ピタの作り方だって師匠に教えてもらったんだよ。本当か？それは予想外だったぜ。そういえば昨日、気を失ったお前を見つけた後、あいつは何にも疑わずに治療してくれて、ガンダルバー村まで運んでくれたのもティナリだったんだよな。けどやっぱりあいつのことはちょっと気に入らないぜ。だって、あ、ごめん、それは師匠が悪かったかも。あの時パイモンがどうしようこいつ死ぬのかーってわめき続けてたから、どんなになだめても無駄で。おい、お前笑うな。お前のことは心配してたんじゃないか。おい、なんでこれ今で。うわー、ムカつく。ふん、お前たちの頭を鳥の巣にしてやるぜ。私に触んだ。これ、その、ごめん、おいら、私は、今、いや、これ、どうしたんだ？大丈夫？平気だ。もう大丈夫。そうだ、そろそろいい時間だし、早くガンダルバー村に戻ろう。師匠た、今のは何だったんだ？これ大丈夫かな？足が速すぎてもう見えなくなっちゃったぞ。旅人さん、君たちも戻ってきたんですね。こんばんは。コレイを見かけなかったか？コレイならさっき部屋に戻るのを見ましたよ。そっか、どうやら今日は無理みたいだな。一晩中考えてみたけど、コレイがどうしてああなったのか、オイラやっぱりわからないぞ。もう気分は良くなった。
るかな。クレイのところへ行ってみようぜ。君たちか。ちょうど探しに行こうとしてた。あれ、ティナリがなんでここにいるんだ。コレイは？コレイの様子を見に来たんだ。簡単に言えば病気になった。病気？まさか。あ、ひょっとして昨日のオイラのせいなのか。心配しなくていい。おちびちゃんがここまで深刻な事態を引き起こすことはできないよ。まあ実を言えば、確かに君たちが来たこの数日、コレイは興奮しすぎて自分の体の状況に気づかなかったっていうのもあるけどね。無理もない。何しろコレイはもう長いこと友達に会っていなかったんだ。ティナリ、コレイは一体。場所を変えようか。彼女は薬を飲んで寝たばかりだから、静かに休ませてあげないと。さっきの話の続きをしよう。実は君がいわゆるモンドの栄誉騎士だってことは、さっきコレイが話してくれた。リーユへといなでも先に言っておくけど、コレイに関することを君たちに教えるのは君たちの身分や経験とは全く関係ない。コレイに頼まれたから。正直言うと、コレイの過去を君たちに教えるのには賛成できないけど、コレイ曰く君たちが友達として誠実に接してくれたから。ティナリ、コレイは何の病気にかかってるんだ。そうだ、コレイはまだ小さい頃にマリン病という病を患ってしまった。マリン病？これはスメール特有の疾患でね、患者の体に灰色がかった黒い鱗状組織が現れることからその名が付けられた。最初は皮膚が変化した部分に少ししびれを感じる程度なんだけど、症状が進行すると手足の指に力が入らなくなり、そしてだんだん患者は自分の体を制御できなくなり、やがては完全に動けなくなってしまう。それ結構怖くないか。待った、まさかこの間コレイがうっかりしたのも原因は。うん、マリン病の影響だよ。だからコレイにはなるべく物を持たせず、自分を傷つけさせないようにしてる。適切な治療方法を取れば病気の進行を効果的に抑制することはできるよ。でも残念だけど、マリン病を完治させる方法はまだない。だけど昔コレイの母親にマリン病を根治できる方法があるって嘘をついて、コレイをファデュイって組織に引き渡した人物がいた。何？ファデュイだって？ファデュイを知ってるんだね。説明する手間が省けるよ。とにかくコレイを僕に預けた人が言うには、彼女はファトゥスの博士という人のところに送られたそうだ。そいつがどんな治療方法を取ったのかは知らないけど、彼女のマリン病はその時確かに抑えられてた。だけどファデュイのところで過ごした日々は彼女にとって決して愉快な思い出じゃなかったんだ。彼女は強い。ずっと楽観的に振る舞ってるけど、未だに人から触れられた時恐怖を感じてしまうことがある。コレイはずっとたくさんの苦しみに耐えてきたんだな。そうだパイモン、
コレイからの伝言がある。昨日君を驚かせたことを謝りたいらしい。コレイは何にも悪いことしてないじゃないか。うん、その言葉は次コレイに会うとき自分で伝えてよ。彼女は自分には友情を得る資格がないって思い込んでた。僕の弟子に二度と同じような苦しみを与えないであげて。おう、ティナリ、任せてくれ。まあ、ひどくはないよ。今回倒れたのはここ数日、体力の消耗が激しかったからだ。薬も飲ませたし、ちょっと休めば治ると思う。でも、コレイがガンダルバー村に来た当初は、確かに今よりずっとマシだった。あの時、彼女はレンジャーの仕事に興味津々でさ、知識も学びたがってた。だから加わってもらったんだ。でも最近は体力がかなり落ちてきてる。適度な運動はずっと必要だけど、やっぱり長距離の巡回はもうやめておいた方がいい。さあ、これでコレイの状況はもう全部説明したよ。これから彼女の薬草を取りに行かなくちゃいけないから、話は連れて行ってくれ、ティナリ。オイラたちもコレイのために何かしたいんだ。まあいっか。だけどウリンは危険だし、旅人も療養中なんだから、道中は僕の指示通りに動いてね。ああ、分かったぜ。じゃあ行こう。取りに行くのはサウマラタハスって植物だ。マリン病患者の体力を回復してくれる。ティナリ、その植物はどこに生えてるんだ？サウマラタハスはウリンに点在してる。ガンダルバー村の近くでもよく見かけるよ。名前からすると水のあるところで探した方が良さそうだな。うん、サウマラタハスは水生植物だからね。水面に浮かぶ大きな青い花みたいで結構目立つんだよ。でも実は花びらみたいに見えてるのは葉っぱと萼で、花はその真ん中にあるすごく小さなやつなんだ。あとスメールの植物は名前だけじゃ判断できないものが多い。例えばカルパラタハスはつる植物だし、スメールローズもバラじゃないんだ。そうなんだな。うっかりしてたぜ。ティナリと植物の話をするのは早計だったよな。Ugh.
サウマラタハスはこの近くに生えてるはず。手分けして探そう。君たちは4つ取ってきてくれたらいいよ。十分な薬草が取れたら。こどれ？うん、なかなかいいね。君たちの豊富な野外探索経験のおかげで時間を節約できた。おかげでついでに他の役。おい、ティナリさん。ティナリ、誰かがお前を呼んでいるぞ。うん、知り合いのアミルたちだ。みんな出発したば。行ってみようか。まさかここで会えるとは。ガンダルバー村に帰ってティナリさんを探そうとしていたところだったんだ。何かあったの？ついさっきシーキを見つけたんです。シーキ？君たちのルートは1週間前に徹底して。具体的な場所は？すぐ先にある谷の奥だ。今回出現した場所は過酷の狭いエリアをほぼ塞いでたから。半径は？すまない、そこまではよく見えなかった。今日はチームに神の目を持ってる人がいなかったし、地域はまだ拡張し続けてるみたいだったの。うん、その判断は正しい。今すぐ片付けに行くから。待てよティナリ、なんでいきなりオイラたちを帰らせるんだよ。ああ、スメールに来たばかりじゃこの状況もわからないか。スメールの雨林では今一部エリアに独特な異変が起きてるんだ。地域は植物を枯らすだけじゃなく動物や人の命まで奪う可能性がある。だから神の目がない。そういうことなんだ。この前雨林には危険なエリアが存在すると。神の目を持つ者、つまり元素力を操れる者だけが。そう、だから俺たちみたいな一般レンジャーはただ地域を見つけ位置を記録して、何しろ地域の内部に足を踏み入れ地域を除去できるのはティナリさんたちだけだからな。でも神の目を持ってないみたいだが。安心しろ、こいつは確かに神の目を持ってないけど原則。へえ、どうやら君についての噂は本当らしいね。だったらいいだろう、一緒においで。いつもは旅の人がガンダルバー村を離れるとき、地域を見分ける方法だけを教えるんだけど。